エキセドリンの浄剤、エキセドリンは、市販ゲネツ鎮痛剤の消費名。ブリストルマイヤーズスクイブにより製造販売されていたが、2005年にノバルティスに事業譲とされた。日本では2007年に、ライオンがブリストルマイヤーズスクイブより商標権を取得し、中国を除くアジアとオセアニア地域で販売する。全製品眠くなる成分が含まれていない。また、 15歳未満の小児の服用は近畿である。また、バファリンシリーズ同様に有効成分が異なる製品が複数存在するため、添付文書には有効成分が異なる製品があることと、相談の際は配合されている有効成分名を伝えるように指示されていることが明記されている。なお、カプセルタイプのエキセドリンカプセルは、 エキセドリン A 上への統合のため2019年3月にロキソプルフェンナトリウム水和物製剤のエキセドリンロックスは同様の製剤であるバファリン EX へ統合のため2020年2月に順次製造終了となった。ありがとうございます。